ビンケンは中華民国の学者、ジャーナリスト、外務官僚、字は特人、兄に外交官の作権、幼年時代に父に従ってホノルルに移る。その後帰国して上海の私立西洋羽大学で学び、卒業後はイギリスに留学し、ロンドン大学で法学博士の学位を取得した。まもなく中イギリス公使館編纂員として登用されている。 1916年に帰国し、公立北京聖火学校教授に任命され、翌年には北京の英文誌、同胞の総編集となっている。1919年に聖火学校教授に戻り、その翌年には国際連盟中国代表団専門員に任ぜられた。1921年、ワシントン会議中国代表団秘書を務める。翌年帰国して、 北京政府の外交部で任用され、中2話か会議議事をただ主弁公所課長、中国法権調査委員会秘書、関税特別会議、光備えところ改弁などを歴任し、また雑誌、中国社会は政治科学評論の総編集となっている。1929年からは国民政府でも任用され、外交部参事、同部情報市長を歴任した。 1932年4月、京津トム委員会長、津トム管理所所長に任ぜられたが、わずか1月で辞任、北平で弁護士を開業した。1933年8月、カナダで開催された第4回太平洋問題調査会に中国代表として参加している。同年末に外交部特別宣伝委託を任せられ、翌1934年に外交部顧問となった。 これ以降の具体的な動向、没年等は不詳である。著書に中国国際条約義務論などがある。ありがとうございます。